本校では、三菱銀行及びその後ろ身である三菱 UFJ 銀行の本店について記載する。1919年8月に発足した三菱銀行は、その前身である、第119国立銀行が本店を置いた東京府、東京市麹島地区八重洲町一丁目一番地の三菱東9号館に本店を構えた。その後、同町二丁目三番地の辞書において、 三菱合詞会社銀行部時代の1916年5月12日に基礎工事に入り建築中であった2代目本店が1922年3月31日竣工した。これによって三菱銀行は同年4月18日落成式挙行の上同年5月1日に本店を移転した。さらに業用の拡大を踏まえ1934年7月1日より 新館の増築に着手し、1937年3月31日、その全工程が竣工した。戦後、銀行業務の質や量の変化、拡大する中において、1937年に竣工の2代目本店では、その必要機能を満たし得なくなり、また耐久上の欠陥も判明した。このため、三菱銀行は、新本店の建設計画に着手。 1977年4月から旧館、新館の解体に入り、同年11月に工事が着工。1980年7月14日に竣工し、その後、三代目本店は共用を開始した。1996年4月、三菱銀行が東京銀行を九州合併して、東京三菱銀行2006年1月には同行が、 UFJ 銀行を九州合併して三菱東京 UFJ 銀行がそれぞれ発足した。業名は変わったが三代目本店は移ろうことなく銀行本店として今日まで使用されている。なお三代目本店は三菱 UFJ フィナンシャルグループの発足以来の本社でもあるが前身の三菱東京フィナンシャルグループは丸の内ビルディングに本社を置いていた。 2021年4月、三菱 UFJ 銀行頭取となった、半沢純一は本店を建て替え、現在は分散している三菱 UFJ フィナンシャルグループ各社の本社機能を一つの建物に集約する構想を明らかにしている。初代本店の三菱東9号館についてはそれを参照のこと。二代目本店9館の設計は、桜井小太郎が手掛け。 工事費は380万円であった。新館は三菱合資会社辞書部の設計によるもので、工事費は522万7千円であった。三代目本店の敷地面積は1万808.80 80。平方メートルにして高さは110メートル。構造は鉄骨構造並びに一部、鉄骨鉄筋コンクリート構造である。構造、低層ともファザードの堀の深さを十分に取り、 形の上で建物との連続性を求め、光と影のリズムによって、端正で明るく、静かな建物を表現した。ありがとうございます。